皆様お疲れ様です。小田急タイムです。かつて大船には横浜ドリームランドを結ぶモノレールの駅がありました。1964年横浜ドリームランドオープン。2年後の1966年、ドリーム交通モノレール大船線が開業。大船駅からドリームランドまで 5.3 キロをおよそ8分で結びました。しかし1年半後の1967年、軌道を支えるコンクリートなどに亀裂を発見。さらに車体の重量オーバーも発覚し、休止に追い込まれました。運行再開が検討されたものの、2003年正式に廃止。出発点であるモノレール大船駅は現在どうなっているのでしょうか。この辺りがかつてのモノレール駅。1972年の空中写真です。ここが大船駅。そしてここがモノレールの大船駅です。長らく廃墟のようになっていましたが、1987年駅舎は解体されました。交通の便の悪さもあって、ドリームランドは次第に客足が減少。2002年、横浜ドリームランド閉園。1966年頃、横浜ドリームランド入り口。大船から江ノ島を結ぶ湘南モノレール、こちらは1970年に開業し、現在も運行しています。
1929年工事が開始されますが、戦局悪化により中断。長らく放置されましたが、1960年に完成しました。